どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ついに公開された猿の惑星シリーズ最新作である、猿の惑星キングダムのネタバレなしのレビューをちょっと話したいと思います。連日、大ちゃんの映画部屋の動画のご視聴ありがとうございます。早速、昨日公開された猿の惑星キングダムを鑑賞してきました。めちゃくちゃ楽しみだったので、絶対当日に見てやろうと思い、命を削る勢いで夜に仕事を終わらせていったんですが、劇場にはそれなりに人が入っていましたね。金曜日のデイリーランキングでは、首位を独走していたコナンを超えて、初登場1位スタートとなったようです。前評判かなり良かったですからね。さて、ここからいよいよ本題です。まずぶっちゃけどうだったかってとこですが、面白かったです。まさに映像革命プラスシリーズ再創造という言葉がふさわしい新たな物語が展開していましたね。ただルパート・ワイアット監督とマット・リーブス監督により制作された猿の惑星ジェネシス、猿の惑星ライジング、猿の惑星グレートウォーが築き上げた、もはや神話とも言える、あの世界観と比較すると、ちょっと物足りないと思う方もいるかなって感じはしましたね。それでも、独自の素晴らしさがありました。メイズランナーシリーズを手掛けて、ヒットメーカーの仲間入りを果たして、今作で監督を務めたウェス・ポール監督は、壮大な未来世界の確立した雰囲気と、鑑賞しているこちら側への共感的なアプローチを見事にこなしていると思います。猿の惑星リブート三部作の暗く悲劇的なトーンとはまた違った形で今作は描かれているんですが、それでも壮大なテーマを感じることができました。今作はロードムービーであり、冒険物語とも言えます。猿の惑星グレートウォーの数百年後を舞台にしており、主人公のチンパンジーのノアが野心的な猿の暴君プロキシマス・シーザーから彼の一族を救出しようとするというストーリーがメインなんですが、そこに言葉を話せる人間であるノバが登場することで、さらに壮大な冒険が始まるという流れになっているんですよね。この言葉を話せる人間であるノバの正体はかなり衝撃的でして、それはまた後日に出すネタバレありの考察動画で話をしたいと思います。今作の主人公であるノアは、前三部作の主人公であるシーザーほど多層的ではなく、よりわかりやすいヒーロー的な存在として描かれているので、単純に好感が持てて応援したくなるキャラクターになっていましたね。一緒に旅をすることになる彼がエコーと呼び、下等な生物という扱いをしている人間に対する疑念と理解しようとする姿勢がとても良かったですね。猿の惑星シリーズの世界観の中では、人間を受け入れるというのはとても葛藤があるものだと見ているこちら側も感じるんですが、ノアがそこをうまく表現してくれるので、こちら側はノアがかなり頭がいい存在であり、普通の猿とは何かが違うと感じさせてくる演出は、とても良かったです。単純に表現すると、前三部作の主人公のシーザーは、救世主として神格化された主人公だったんですが、ノアは一般人の中の英雄という感じの立ち位置になっていると感じましたね。今作のメインヴィランである、暴君であるプロキシマス・シーザーも、非常に冷徹で横暴ながら、カリスマ性のある存在として描かれていましたね。人 vs 猿というシンプルな対立構造ではなく、人 vs 猿 vs 猿という少し複雑な三つどもえになっていたのも、物語をより深く広げていく上ではいい設定でしたね。プロキシマスはシーザーと名乗っている通り、シーザーの教えを押し出しているものの、己の目的のためには手段を選ばないというまさに独裁者のように描かれていましたが、ちゃんと人間の方が優れていた過去を認めて、学ぼうとしている姿勢もあることから、ただの暴君ではないこともわかり、ある意味一番知的な存在なのではとも感じました。そしてこういった存在が
リアルな人間の歴史においても登場している事象を考えると、プロキシマスのセリフを聞きながら、伝統とは、教訓とは、当時とは、支配とは、共存とは、知性を持つと行き着く先は人間も動物も一緒なのではと自問してしまいましたね。人間社会、文明が崩壊しようと、人間と猿の立場が逆転しようと、それこそが支配するかされるかの違いであり、文明文化を発展させることで生まれる支配欲はなくならない。結局は共存というものは不可能なのではとも考えてしまいました。そこまで考えさせてきたのは、単純にセリフからだけではなく、映像表現の凄まじさも関係していると思います。今作の VFX は歴代最高峰と断言できます。どこまでが VFX でどこまでが実写なのかわからないほど、自然に表現された猿たちの姿と荒廃した未来世界の様子はまさに圧巻の一言です。今作が昨年度ゴジラマイナスワンが受賞したアカデミー賞視覚効果賞の本年度の最有力候補になる予感がしています。画面すべてが視覚効果で制作されているシーンが自然に実写シーンに挟まれるので、これが VFX というものが使用されていると思えないほどのリアリティを感じることができます。一番印象的なのは登場する猿たちの目の演技なんですよ。モーションキャプチャーで演じられている俳優さんの目の演技に合わせているのかもしれないですが、目から感情が伝わってくるんですよ。作られたキャラクターの目の演技から感情を読み取るって不思議な体験ですよね。今作のプロットは語るとほぼネタバレになってしまうので語れないんですが、過去作にリスペクトを捧げているオマージュシーンが数多く散りばめられています。それこそセリフから小道具の数多くまで、リブート3部作以前の作品への敬意も感じることができました。特に第1作目の猿の惑星、2作目の続猿の惑星へのオマージュシーンがあったことに個人的にとても感動しました。これは劇場で初体験しないと感じられないものなので、何があるのかはここでは伏せておきますね。全3部作と比較するとストーリー的にはもうちょっと重厚感が欲しい、もっと深いテーマが欲しいという意見も出てくるかなとも思うんですが、SF 映画という括りである猿の惑星に原点回帰したとも言えるのではと個人的には考えています。過去作の振り返りも簡単に導入でされるので、むしろ今作から鑑賞しても楽しめるテイストになっています。まだ猿の惑星シリーズを見たことがない方にもぜひ見ていただきたいなとも感じています。猿の惑星シリーズの古くからのファンも、新たにリブート版から鑑賞し始めた方も、今作は間違いなく必見の出来になっているので、ぜひ劇場で見てみてくださいね。俺は IMAX で鑑賞しましたが、本当に映像に圧倒されたので、初見は IMAX での鑑賞をおすすめします。ちょっと気になる箇所があるので、もう一回リピートで見に行くんですが、次は音の良さを重視してドルビーで鑑賞したいと思います。いろいろと語りたいことがあるんですが、今回はネタバレなしなのでこの辺で終わりにしておきますね。ネタバレありの考察動画をまた出すので、よかったらそちらも見に来てくださいね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。